花巻市より上猫神楽保存会の皆様による三馬奏です。花巻市指定無形文化財上猫神楽はいつから始まったのかは不明ですが、明治初年の銘にある飯舘町が残っていますので、この頃には伝承されていたことは確かなようです。尺状を持ち流れるような優雅な振る舞いを元とする本因色の強い円満寺系の神楽として知られています。こうした伝統芸能を伝承すべく、地域内の参礼や郷土芸能祭などで奉納披露しています。また平成13年15年と2度にわたり、国際交流の一環としてタイ国で行われたアジア子ども文化祭に参加しています。よしのThank you.
など第8条600巻武器共産では80巻谷のおさごは峰より峰のおさごは谷より君は代々差し込むべし。Thank you.